K1 の外からここまで喧嘩を売りに来ました。今までこういろんな団体出てベルト取ってきましたけど、まあ、あと最後残ってんのは K1 のベルトだけだと思って K1 に来たんで、まあ、K1 のベルト取らないと僕も終われないですね、選手として。ネオリシャンマン、まあ、破壊、まあ、それを見せることが、まあ、アンプロキアとしてもそうですし K1 王者だと使命だと思います、はい。まあ、深橋選手にとっては、まあ、数あるベルトの中の、まあ、6本目だと思うんですけど、やっぱ俺にとっては K1 のベルトっていうのは唯一無二のベルトなんで、まあ、抱きの技しかないです。手数が少なかったですか？狙いつきでちょっと少なかった、硬くなってる感じでした。もっとそこを楽にいけばって感じでした。1ラウンド目がね、そうですね、1ラウンド特にだんだんよく分かってました。1ラウンド目が硬かったからそれでもらっちゃったって感じですか？ボクシング的にはもう全然負けてないよね。だから近い距離にもっと手が出る感じだったら、そう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 、くっついてる時に、くっついてる時はくっついてるだけになっちゃって、なかなかそこ剥がして打つっていう。ありがとうございました。いや、やっぱり一夜強かったよ。ありがとうございました。よかったよ。だから、あの、勉強になったよね。あの、次に生かせる。いや、勝たなきゃいけないんだけど、でも、なんか、あ、こういう練習が必要だなって。手が出てなかったですか、始まり。見すぎちゃった。いや、そんなことない、そんなことない。ただ、向こうが勝負出てきた。1の中盤からバンと。そこをもっと距離を
もっと楽にスッと吊るした方が良かったですね。そうね、あのね、反応しちゃったんだよね、この飛び蹴りかなんかに。そうそうそう、で、手が落ちたとこ、これダーンってやられたの。あ、うん、これっす。そう、後半は良かったじゃん、だから膝、もう膝来ても、あ、大丈夫だなと思って、見えてるって感じがしたから。後半はこれに引っかかんなかったの、このミドルに、ミドルとかハイに引っかかんないで、手上げたままハイもブラックしてたんだけど、あそこだけ反応しちゃったの、スパッて。で、開いたドーンって。それで聞いたんだよね、うん、結構聞いてましたね、うん、綺麗に入ったね。いや、悔しいですね。押せて、ドンとか、ドンとかやったら、もう J1 のチャンピオンの意地はすげえ感じました、うん、どうやってまたもうちょい K-1 を俺なりに盛り上げれるかなっていうのを考えて頑張っていきたいと思います。飛び膝ロンビシャイルだけどな。バッシュマーだって鼻血4文字だもん。いやでも根性あるわ。ナイス、すごいわ。反対にちょっとだけ、どこか何じゃありますか。え、痛いところ。電車痛いっす。電車痛い。ハートが痛いっす。ハートが痛い。そうそう、くっそテーピング切ろうか。あ、マジで KO できんないけど最近なんだろうな、ほんま。でも、そうだった。タグやな。ほんまタグや。タグっていうか根性やな、あれは。完全に攻撃とかそういうのは本当に全然なかったですけど、まあ本当他の選手のがありましたけど、ただでも気迫とか気持ちっていう部分に関してはすごい、なんていうんですかね、深谷選手もターン台から本気でこうベルトを、K-1 のベルトを取って、立ち技最強の位置を獲得したいならっていう気迫はすごいありましたね。ねえ、K-1 上がって4戦目なんですけど、それでやっぱタイトルマッチ組まれることでなかなかないと思いますし、でもそのタイトルマッチ組まれる位置までやっぱファンをついてこだしたというか、まあ、そういうのも深橋選手の凄さだと思うんで、まあ、そういうのも含めてやっぱり深橋選手は深橋選手で絶対にこう分けられないっていう、まあ、気持ちはあって、それがすごい出てたと思いますね、はい。まあ、見せた部分ももちろんあると思います。あのイアンゲイとかも出してみて、まあ、当たってきましたし、まあ、一応まあ、ね、ダウンも取れたんですけど、やっぱね、僕としてはその僕個人の意見としてはやっぱ4戦目でチャンピオンに挑むのは正直早いと思ってたし、でそれをやっぱり結果で分かりやすくね、倒しきるっていうのを見せたかったですけど、まあまあでもそれは課題っていうことで、ちょっとまだまだ頑張っていこうかなっていう感じです。はい、自分が見せたいような試合は今回も 100% は見せなかったですけど、まだまだチャンピオンですけど、伸びしろだと思って、アンプルケアを応援してください。ありがとうございます。